宇宙、銀河列車、愛用、SF 映画の世界にでも召喚されたのか。俺の体の中に性格とかいうわけのわからないものまで。星を捕まえてるの？うちもやったことあるよ。ま、星じゃなくてライトだったんだけどね。氷の中から目覚めた時、おぼろげに星の光が見えたんだ。だから思わず手を伸ばしたんだけど、それはライトの光でね。その時それを列車のみんなに見られたんだよ。超気まずかったな。そうだよ、何か奇妙な宇宙生物を観察してるみたいだった。でも仕方ないよね、みんなうちのことを知らないわけだし。あんたは想像できる？列車に引き上げられる前、うちはずっと大きい氷に封じられてて、宇宙を漂流してたんだよ。姫子と妖おじちゃんと、あともう一人の誰かが氷を溶かしてうちを助け出してくれたんだ。いや、全然。うちが誰なのかも、本当の名前も、どこから来たのかも、全部きれいさっぱり忘れちゃった。美月なのかって名前も、うちが目を覚ました日にちなんでつけただけ。だからうちは列車に乗って一緒に旅をしてるんだ。いつか自分の過去が見つかると信じて。ありゃりゃ、なんか重い話になっちゃったね。そんな顔しないでよ。星級列車に乗るなんて経験めったにできないんだから。あ、車掌さんだ。すでに列車は宇宙ステーションの安全範囲から出ておる。10分後には跳躍を開始する予定じゃ。2人はちゃんと座っとくように。揺れには気をつけるんじゃぞ。うん、毎回わざわざ言いに来なくていいんじゃないかな。パム、もう長いこと乗ってるんだから。乗客の美月なのかが毎回自分の限界に挑戦して転ぶからの。これを名の転び八起きという。なんちゃって。車掌さん、ジュースもらっていい？ありがとう。跳躍まであと5分じゃぞ。何か飲みたかったら終わってからにするんじゃ。だって
乗客は座席に戻るのじゃ。転ばない、転ばない。まもなく跳躍が始まる。しっかり準備をするのじゃ。転ばない。何千年も過ぎ、今のヤリーロ6はこんな姿になってしまったのね。え？あの真っ白な星が今回のうちらの目的地なの？そうよ。今回の開拓の旅はそう簡単にはいかないようね。空間パラメータ異常、正規の安定率が 12% まで下がっておる。プラン変更じゃ。この駅での停車期間を7日から無期限に延期するぞ。この世界が属する虚数の局所で何らかの問題が発生したみたい。列車の軌道が何かに塞がれたわ。通常の地面を走る列車で例えたら、まるで線路が突然途絶えて、その先に底知れぬ深淵がある感じね。そういう時は緊急停止するしかないでしょ。強引に進めば取り返しのつかない結果になる。今回もこうなるなんて言わなくてもわかるけど、今の世紀の異常も。暫定検測の結果はもう出ている。異常の根源はやはり性格だ。ああ、君の体内にある性格と同じ物質だ。性格に関する謎は多く、ヘルタでさえ完全には解明できてない。でもあんたが心配する必要はないわ。性格に進路を塞がれたのは今回が初めてじゃないから。性格の本質の原理がわからなくても、その影響を消す方法はある。ただ一つ確信できるのは、性格の降臨は文明や生態系に劇的な変化をもたらすとともに、劣化と呼ばれる空間的な歪みを生む。ヤリーロ6がこのような氷に覆われた星になったのも、おおよそ性格の影響だろう。私たちの推測では、性格はあるアイオンが各世界にばらまいた災禍の種、災いの根源を絶たないと開拓なんて話にならないわ。やっとうちらの本質に気づいた？結構かっこいいでしょ？今回の開拓の旅は、あんた、それから美月ちゃんと炭鉱に任せたいと思っているの。旅の目的ははっきりしてるわ。この世界に災いと空間の歪みをもたらした性格を見つけ、列車に持って帰ってきて。その後のことは私たちに任せてちょうだい。いいよ、また力を合わせる時が来たね。誰かが留守番してないとパムが寂しがるでしょ。それに私たちはさっきナヌークに目をつけられたばかりだし、反物質レギオンに狙われたら困るわ。今回も俺たちの出番はなしか。あんたが行きたがっているのは知ってるけど、これでいいのなら炭鉱を見つけて話し合ってきたら。彼、多分すでにヤリーロ6に関する生態と観測データを整理し始めてるでしょ。旅に出る前により多くの情報を得るのは決して悪いことじゃないわ。
んたたちの活躍のおかげで宇宙ステーションは危機を脱した。今列車を再び前進させる任務もあんたたちに任せるわ。忘れないで、探索、理解、構築、連携、この4つはどの世界でも行うことよ。それから美月ちゃんや炭鉱と仲良くしなさいね。壊滅が宇宙に性格をばらまいて多くの世界が様変わりしてしまった。壊滅のナヌーグ、北条の薬師、終焉のテルミヌス。俺は多くのものを見てきたと自負しているが、アイオーンの行為は本当に理解しがたい。雪と氷に覆われた星か。うちが欲しい答えはここで見つかるかな。ああ、ちょっと後ろから脅かさないでよ。どうしてまだここにいるの？早くタンクを探しに行こう。ワクワクするような冒険がうちらを待ってるよ。どうだ、跳躍には慣れそうか。めまいやえずきは正常な反応だ。すぐに慣れるだろう。俺は和気あいあいとするのは好きじゃない。それに今はもっと重要な仕事がある。列車の資料庫に目を通したが、ヤリーロ6の環境は過去の数世紀で大きく変化したようだ。もともとは氷に覆われた惑星ではなかったようだが、ベルトさんはそう考えているのか。ああ、世紀が遭遇した空間阻害を考えるとその可能性は高い。暫定的な測定を行ったところ、星の表面のとある場所だけが相対的に正常な温度に近かった。だが正常とは言っても人間が何とか生きていける程度の温度だ。もし俺が事前に開拓の旅の調査地点を選ぶとしたら、間違いなくあの比較的温暖な場所を選ぶ。だろうな。お前が加わる前、姫子さんは美月がどこかに行くときは必ずベルトさんと俺を同行させていた。お前が加わった今、その役目から解放されるのは俺じゃない。したがって今回の開拓の旅の目的はヤリーロ6にある性格を見つけ出し、正規に対する妨げを取り除く。そうだな、わかった。お前は先に美月を探しに行け。準備ができたらお前たちと合流する。どう？炭鉱と話してきた？ありゃ、炭鉱はいつもクールに振る舞っているからあまり気にしないでね。緊張しないで、うちと炭鉱は開拓のベテランなんだよ。うちらと一緒にいれば必ずお肉が食べられる。あの星で肉を見つけられることが前提だけどね。じゃあ出発の準備はいい？この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。まあ考え始めるとキリがないんだけど。でもうちを封じていたのは六層氷と呼ばれる珍しい物質で、普通の惑星にあるわけないよね。正直ここが故郷じゃないことを祈ってるの。だって見るからに寒そうだもん。美少女は対等性が高いわけじゃないんだよ。どうした？
俺の顔に何かついてるのか。今回どんな面白いことに3人で遭遇するのか想像してたの。この世界には災いが多く存在する。正確に遭遇して今はお前に心配されるとは。ヤリーロ6開拓招待、これより出発。着いたか、ヤリーロ6。全部雪だね。わずかだが、俺たちには開拓の力がある。だから過酷な環境にも適応できるんだ。どこを見ても白一色なんだけど、どっちに向かえばいいの？座標によると、目的地はすぐそこだ。よし、じゃあこんなところで立ち止まってないで早く行こう。大気庵競技場に穴を開けたこと、自分の口で言うか、それとも俺が。その話はやめよう。とにかく生き物がいない場所に着陸できたんだから問題ないって。半月間ボランティア活動の開拓の道を体験したくないならな。だから言わないでってば。俺たちはこの世界について何も知らない。一歩一歩慎重に進もう。大丈夫だよ、うちら3人で解決できないことなんてないって。あんたは性格を持ってて、うちには唯一無二の6層表がある。それから炭鉱はなんかよくわかんない不思議な過去を持ってる。うちらを相手にする人の方がかわいそうだよ。モノマネうまいね。あんたお笑い芸人とか向いてるんじゃない？行こう、勇気を持って未知なる世界へと踏み出す。これぞ開拓の精神。ここはまだ侵食を受けていないが、烈海が生み出したモンスターが逃げ出している。性格はこの世界にとてつもない影響を与えたんだろう。今更後悔しても遅い。ラッキースターは誰かな？うちに出くわすなんてつい。ほら、星々が私たちの名を記憶してくれる。
さ。
蝶と共に散れ、スターレイファントム。騒ぎを起こしたくうちの出番ね。後悔しても遅い。やれやれ、うちに出くわすなんてついてないね。始めるか。星々が私たち…ねえ、あそこ見た？なんか動いた気がする。ただの雪の吹き溜まりだろう。見間違いじゃないのか。違うって、うちの視力をなめない。で、近づいてか。確認してみよう。おい、隠れてないで出てきたら。そのままだと寒くて凍え死んじゃうよ。我慢したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は、目の覚める一撃を与えてやることだ。ちょっとお兄さん、雪に隠れていたからっていくらなんでも槍で刺すなんてひどくありません？あーでも
皆さんが悪いわけではありません。僕が出てこなかったのが悪いのです。刺されて当然、むしろこうやって知り合えたのですから幸運かも。で、ジェパード様はどちらに？結構懇意にさせてもらってるんですが。誰それ？おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？それならそうと早く言ってくださいよ。同士討ちになるところだったじゃないですか。僕は散歩コースキと申します。お会いできて光栄です。いいお名前だ。鹿と胸に刻んでおきます。それにしてもこんな雪の中で生きた人間に出会うとは。近頃は商売も厳しいですが、僕は横取りしたりしませんのでご安心ください。財宝はたくさんありますから、みんなで儲けましょう。僕も仲間に入れてくれませんか？確かな情報を持ってますよ。シルバーメインの主戦力が前線に派遣された今こそ絶好のチャンス。ひどい。僕を信用していないのは分かりますが、ここまでとぼけられるとは。分かりますよ。同じ商売をしている者同士、警戒されるのも無理はない。親切にしてしまった僕が悪い。こうして出会ったのも何かの縁。知りたいことがあれば何なりとお聞きください。僕の知る限りのことをお答えします。でも手短にね。シルバーメインに気づかれてしまいますから。難しい言い方をされますね。要するに人が集まっているところでしょうか。外を歩いても見つかりませんよ。この世界で人類が住まう場所は我々の敬愛するベロブルグのみです。孫悟の都、永吉の城、人類が寒波に抗う最後の砦。仰々しく聞こえるかもしれませんが、全て事実です。人類はこの鉄壁の中でしか生きていけませんから。僕ですか？あなた方に驚いたからですよ。この辺りで古代遺物を手に入れて一儲けしようとしていたんですが、あなた方が騒がしかったのでシルバーメインが来たのかと思ったんです。お願いですから、次からはお静かに。あなた方と出会ってもシルバーメインは雪に隠れたりしません。牢屋に入れられますよ。本当に？シルバーメインはベロブルグの軍隊、執行者、警察、融通が利かない連中で、僕たちのような商人の敵です。はあ、本当に新参者でしたか。これほどの初々しさ、見捨てては胸も痛むというもの。こうしましょう。僕は一応あなたたちの先輩ですから、ただで指導して差し上げます。この仕事には守るべきルールがたくさんある。潜入にも、商品を探すにも、値段を見積もるにも、シルバーメインから逃れるにも、その全てに技術が必要ですからね。そこまでは必要ないよ。それよりうちらを町まで案内してくれないかな。道がよくわからなくって。町？まさかこれで帰るおつもりで？まだ今日の営業を始めていないお嬢さん、道案内は結構ですが。ですが、僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろんシルバーメインに見つからないよう
声は抑えめでね。ところで、なんでシルバーメインを避けてるの？それは、古代遺物をいくつか頂戴しただけで、大したことはしていません。攻めるなら、あの頭の固い執行者たちを攻めてくださいね。ところで、皆さんはどちらのご出身ですか？よからぬ意図はありません。新たな友に興味があるだけで、嫌なら言わなくても結構。七つ目のルールは足跡を残さないこと。僕だけの隠し技なんですけど、雪に痕跡を残さず追っ手を振り切ることが。これ、おっと、先ほど話したシルバーメインのことを覚えていますか？こちらの方々がそうです。手を貸してください、友よ。捕まるのはごめんです。容疑者とその仲間を発見、すぐに逮捕しろ。ここは任せた、友よ。ちょっと怖くない、怖くない。はい、ほら、即戦即決といこう。お前の番だ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。怖くない、怖くない。星の祝福をあなたに。騒ぎを起こしたくはない。同天元気、超無一角。
はっ！たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。礼儀の待ってないお客さんね。ラッキースターは誰かな。指示を聞け。栄光の神。殴ったね。うちに出くわすなんてついて。申し訳ありません、長官。見失いました。足跡も見つからず。構わない。仲間を捕らえた以上、主犯もそう遠くへは行っていないはずだ。必ず行動を起こすだろう。なんだ、あんな奴と仲間なもんか。かばってるわけじゃないよ。本当に仲間じゃないんだもん。躊躇なくうちらを見捨てたの、あんたも見てたでしょ。せっかく手を貸してあげたのに、うちらを利用するなんて。信じてうちがバカだった。私は自衛官で、仲裁人ではない。ベロブルグの市民として、君たちには自らを弁護する権利がある。だが、それも喧騒者たちの目前で行うことは今ではない。連行しろ。うちらはベロブルグの市民じゃない。写真？お、頭いいね。ナイスアイディア。まだ自分たちの星の姿も知らないでしょ。うちらが撮ったヤリイロ6を見せてあげるよ。この白い球体が、ここ、俺たちが住む場所なのか。なんという。はるか昔は、よく天外より来訪する者がいたと聞く。しかし寒波が発生して以来、吹雪を越えてベロブルグを訪れる者はいなくなった。しかしこの者たちは。これはもはや我々が判断できることではない。彼らの言葉が真実ならば、どうするか決められるのは大守護者様のみ。この者たちを大守護者様のところへ導くのが私たちの使命だ。よそ者よ、ついてくるがいい。ベロブルグはこの吹雪の先にある。ようこそ、ソンゴの都、ベロブルグへ。
ってきたね。君たちが今立っている地はベロブルグ。人類がカンパに抗うための最後の砦だからだ。最後の砦？はあ、700年前、天外より現れたモンスターが星を燃やした。その頃の大地は焦土と化し、至る所に溶岩と煙が満ちていたという。そんな存亡の危に瀕した時、突如として寒波が訪れた。連綿と続く吹雪が侵略者の軍団を滅ぼし、残るはベロブルグのみ。堅強な剣僧者たちがこの町を築いた。孫悟のクリフォト様のご加護のもと、ベロブルグは風雪に侵されてもなお永遠に暖かいままである。変な話かよ。もともとが彼自身の言葉ではなく、何かの書籍から引用したものなんだろう。そっか。じゃあなんでうちらにこんなこと話すんだろう。君に聞かれたからだ。街の外で変わった生き物を見た。あれは侵食された空間、劣界から現れたものだな。知っているのか。そうだ、寒波以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら、君たちの意見を聞かせてほしい。情報が着いたぞ。ここがクリフォト城、ベロブルグの心臓であり剣僧者の本部だ。クリフォトは孫悟の象徴。剣僧者たちはあの方の呼びかけに応じ、ベロブルグを築き上げ、天災と寒波から文明の灯火を守ったのだ。尊崇の念を示すため、我々はこの城にアイオーンの名を名付けた。クリフォトの庇護を受ける剣僧者たちもこれまでの長きにわたってこの都市を引き、外部からのあらゆる災いと戦っている。この城は大守護者様の住居だ。剣僧者たちによってベロブルグのリーダーに推薦された方のことだ。彼女たちは代々この都市を守り、民を庇護してきた。現代の守護者はカカリア・ランド様。都市で敷かれている重要な政策は全て彼女が決めたものだ。おお、つまりお偉いさんってことね。これからカカリア様に謁見する。伝えたいことは先に準備しておいた方がいい。お忙しいお方だ。要件だけ簡潔に述べるようにな。え、もう会うの？先にどっかで身だしなみを整えた方がいいんじゃない？そうかしこまらなくていい。大守護者様は細々とした礼儀作法を気になさるお方ではない。まして君たちはよそ者だ。ベロブルグの作法を知らずともおかしくはないだろう。先に使者を送っている。カカリア様は
すでに君たちの来訪をご存知のはずだ。早く行くとしよう。しかし、このような犠牲には何の意味もありません。不適切な。下がってよいブローニャ、来客だ。お母様。大守護者様、三名のよそ者を連れてまいりました。死者から話は聞いている。よくやってくれたジェパード、貴様も下がってよい。ようこそ寒波の向こう、いえ天涯より訪れし客人と言うべきかしら。私はカカリア・ランド、ベロブルグの守護者たる者。この場で皆々の来意を尋ねよう。疑ってほしいのかしら。自分から言い出したことなのに自信がないのね。そうね、疑ってないわ。あなた方がこの世界のものではないと知っているから。幻想者は歴史を覚えてこそ己の初心を忘れずにいられる。遥か昔、寒波が訪れレギオンが侵入する前、この世界は輝かしい繁栄を遂げていた。アイオーンはこの星を他の世界とつなぎ、我々は果てなき銀河に存在するあまたの可能性を知った。そして琥珀の王クリフォトが、アイオーンが見守る中で、我々は壁を築き始めた。だから驚くことはない。700年もの間、幻想者は星空からのメッセージを受け取っていないとはいえ、あなた方の存在は知っている。さあ、その目的を言ってごらんなさい。俺たちがここに来たのは、性格というものを探すためです。性格？突如として各世界に落ちた物質、その出現は厄災を意味する。これまでの旅で性格に侵された星を数多く見てきました。先ほどあなたは反物質レギオンの侵入について触れていました。つまり奴らがこの星に来て間もなく寒波が訪れた。そして寒波と同時に裂解という空間侵食現象が発生したということですね。そうだ。性格が埋め込まれた世界には裂解が現れる。そして性格はそれぞれの星に適応した異なる災いを生み出すの。うちらをね、銀河を旅して性格の恐怖から世界を救う熱心な旅人だって思っていいから。現状をよく分析したものだ。そう、確かに我々は様々な災いと戦ってきた。そしてその中の多くは今も我々を脅かしている。だが、それとあなた方と一体何の関係があるのかしら。たとえ本当に性格というものが存在し災いを引き起こしたのだとしても、あなた方とは無関係。自分と関係のない星を救うために骨を折り、何の見返りもいらないなどという話を信じるほど私は甘くないわ。おっしゃる通り、俺たちがこうして協力を求めているのは両者の利益が一致しているからです。性格を封印しなければ俺たちもこの星を離れることができません。性格さえ片付けちゃえばあんたたちの世界も安全になるはずだから。あなた方にはその性格を封印する手立てがあると？俺たちなりの方法があります。わかりました、信じましょう。今の状況が本当に性格と関係があるならば、
あなた方はベロブルグが700年間待ち続けた希望の星。可能な限りの援助を行い、性格の探索に協力しよう。さあ、今日はもう遅い。あなた方も疲れているはずだ。町で一番のホテルを手配するからゆっくり休むといい。明日の正午、再び使者を送り、あなた方を招待する。この件について改めて話し合おう。こちらこそ天外の客人よ。私も性格と関わりがありそうな記録を調べるのに時間がかかりそうだ。ここで失礼する。もちろん分かってるわ。焦ることはない。方法ならあるから。大守護者様に気に入られたようだな。僕も君たちの行動を制限しなくていいとの命を受けた。なんたってお城の主だからね。リーダーとしての自覚がすごい。それじゃあ僕は公務があるから駐屯所に戻るよ。ベロブルグを楽しんでくれ。ちょっと待って、おすすめの観光地とか教えてもらえないかな。時間もまだ早いし、もう少し見て回りたいの。観光なら黄金シアターか歴史博物館がおすすめだけど、博物館は身分証明書が必要だから先に常冬の火を見に行った方がいいな。ベロブルグで最も意義のあるランドマークだ。音楽に興味があるならカラクリ工房パーペチュアルに行くといい。あそこではたまに野外公演が開かれる。演出者は、いや、自分の目で確かめた方が早いか。それとゲーテホテルへ行くのなら、その隣でシルバーメインが見張りをしている路地を見かけると思う。あまり近寄らないよ。そこは最近烈火の影響で封鎖されたばかりなんだ。町の内部にまで侵食が及んでいるのか。厳しい状況だな。ああ、僕たちは今もそれと戦っているんだ。では君たちの幸運を祈るよ。Thank you.
町と妙に調和してるって感じ。どんな素材かはわからないが、氷でないのは確かだな。それもそっか、この町って結構暖かいもんね。あれ、あそこに子供がたくさんいる。ちょっと行ってみない？まずは自己紹介を。私はシルバーメインの情報官、そしてこたびのベロブルグ歴史の旅で臨時ガイド役を務めさせていただきます、ペラゲア・セルゲーブナと申します。ペラとお呼びください。ペラお姉さん、ではご覧ください。こちらがトコ冬の日です。偉大なる剣奏者を記念するために建てられました。剣奏者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し、壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで、人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。そして今に至ってもなお、彼らはこの町を管理しておられるのです。トコ冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣奏者たちの精神を象徴しています。他に質問はありますか？他に質問はありますか？トコ冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣奏者たちの精神を象徴しています。素材のことですか？色を変えた地髄です。地髄の色は加工時の温度に影響されるんです。剣奏者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し、壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで、人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。つまり剣奏者はベロブルグの礎であり、救世主でもあります。そして今に至ってもなお、彼らはこの町を管理しておられるのです。その質問は研究部の専門家たちにした方がいいですね。彼らも正確な回答は用意できないと思いますが、寒波はただの自然災害ではないようです。100年前の気象記録でもその発生原因は説明できませんでした。要するにベロブルグの科学者たちを何世紀も悩ませた難題ということですね。子供たちは他に聞きたいことはありますか？ゆっくりでいいですよ。時間ならたくさんありますので。
くり工房パーペチュアル到着。あれ、ジェパードはここで公演があるって言ってなかった？彼はたまにと言っていた。肝心なところを聞き逃してどうする。じゃ、見たかったのに。ところでさ、あれ見て、さっきから突っ込みたかったんだけど、この街って変じゃない？なんで加熱器が家の外にあるんだろう。普通暖房器具って屋内にあるものじゃないの？だとしたら、この街の喧騒者たちは随分単純な思考回路してるみたいだね。性格がもたらした災害はこんなちっぽけな加熱器で防げるものではない。壊れた加熱器相手に結構しゃべるじゃん。うわ、かっこいいお姉さんだ。どうも、私はセーバル、このからくり工房のオーナーだ。壊れた設備があったら私のところにおいで。修理する気分になるかどうかは保証できないけど。いやいや、ちょっとこの加熱器に興味が湧いただけで。加熱器に興味？普通の地水暖房じゃん。行政区のどこに行っても見られるでしょう。初めて？あ、わかった。口の軽いシルバーメインから聞いた係屋が数名のよそ者に会ったって話、あんたたちのことだったのか。これは珍しいお客さんだ。ささ、加熱器のことでも何でもお姉さんが全部教えてやるよ。あんたたちが見たのはベロブルグで最も一般的な地水暖房だ。見た目は素朴だけど、人々の命を保証してくれてる。外の猛吹雪に耐えられる暖房器具がなきゃ、ベロブルグはとっくに死の町になってるだろうね。ここ特産の鉱物エネルギーだよ。町全体の暖房から個人が使う計算機まで、全部地水がエネルギーを供給してるんだ。地水はこの星の地下にあって、下層部にいる専門の採掘チームが採掘し、輸送ルートを通して地上に送られてくる。それに対して上層部も同じルートを通して地上にしかない物資を送ってるの。知らなかった？ベロブルグは2つの円盤をつなぎ合わせたような構造をしてて、上層部は政務と貿易を、下層部はエネルギーの供給と資源採掘を担ってるんだよ。でも数年前に命令が出てからは、上層部と下層部の人の行き来もなくなったんだけど。とっくこんなこと言ってどうすんのか。独り言だと思ってくれていいから。火を使って料理を作るのと同じ理屈さ。家が鍋だとすれば、加熱器は鍋の下にあるかまどの火ってこと。なんかどこから突っ込めばいいのかわからなくなってきた。気にすんなって。初めてベロブルグに来たんだろ。この町の人情味を味わってくれたら私も嬉しいからさ。ところで、あんたたち暇そうだね。機器の修理を手伝ってくれない？手工芸だと思えば面白いよ。よし、じゃあお姉さんがお手本を見せてやる。Thank you.
手先が器用で察しもいい。私の助手にならない？報酬の保証はできないけど、他の福利厚生なら安心していいから。はあ、流されやすいにも程があるでしょ。冗談だって、真に受けないでよ。私は別の仕事があるから、他のところも回っておいでよ。からくり工房はいつでもあんたたちを歓迎する。もちろん買い物してってくれるなら大歓迎だ。